児童虐待がなくならないのはなぜなぜはい、えー、今日はですね、2023年後期保育の心理学、問い18ですね、えー、児童虐待機とかの関連する問題について解説していきました。えと、ー、っても大事なところかなと、保育士になる上ですごく大事なところかなと思いますので、えー、ここもぜひみんなで押さえていきましょう。では、どうぞ 2023年後期保育の心理学と18、次のうち児童虐待に関する記述として適切なものを丸、不適切なものをバフとした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。A、虐待が疑わしい段階では通告義務はないが、児童虐待を受けたと思われる児童を発見したものは、速やかに都道府県市町村の福祉事務所や児童相談所に通告しなければならない。 B.2019 年交付2020年施行の児童虐待の防止等に関する法律の改正では、親権者による体罰の禁止、児童虐待の再発防止を目的とした医学的または心理学的知見に基づく保護者の指導などを定めた。C. 令和2年度福祉行政報告令によると、児童虐待相談における主な虐待者は実母が最も多く、ついでジップが多い。 D、不適切な養育を表すマルトリートメントは、過保護や過干渉、年齢不相応な厳しい教育など、子供の健全な成長を阻害するような養育態度や環境を広く含むものである。はい、これ4番の、×、○、○、○が正解になります。今回のポイントは、虐待の不法義務とかマルトリートメントについて理解をしているかというところですね。 なんとなくですね、通報義務とかはニュアンスで解けるかなと思うんですけども、通報義務のところを取っていくと激ムズでしたので、ぜひ覚えていってもらえたらと思います。今日も深掘りやっていきましょうはい、いつものやつなんですけど、まず子供を守るためにはいろんな法律とか規定っていうのがありまして、土台となる日本国憲法や子供の権利条約があって、 この上に児童福祉法とか児童検証とか子ども子育て支援法とか保育指針であったりとかっていうところで児童虐待防止法もありますよっていうようなこんな感じになってるんですね今日はあの児童虐待防止法や児童福祉法っていうのを見ていったら解いていけるかなと思いますまず児童虐待防止法なんですけど2000年に施行されたんですが正式名称は児童虐待の防止等に関する法律っていう名前で 児童虐待の定義とか通告の義務とか見つけた際の保護とか措置っていうのを規定している法律です。最近では2020年に改正児童虐待防止法が成立しました。また改正内容は後のスライドで説明します。簡単に言いますと児童虐待の内容とか予防とか防止とか通報みたいな虐待のルールを作っていった法律ですね。児童虐待防止法の第一条の目的なんですけど、 児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その紳士の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、注略して、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務で、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児童の権利、利益の擁護にすることを目的とすると書かれています。 なので、防止だけではなくて、国の責務とか通告義務なども規定されていますよということですね。通告義務についてなんですけど、第6条で児童虐待に関わる通告っていうところで、児童虐待を受けたと思われる児童を発見したものは、速やかに市町村、都道府県の設置する福祉事務所、もしくは児童相談所に通告しなければならないと書かれていて、 問題の A の「虐待が疑わしい段階では通告義務はないが児童虐待を受けたと思われる児童を発見したものは速やかに都道府県市町村の福祉事務所や児童相談所に通告しなければならない」と書かれていて「あ正解やん」って思われる方もいるんじゃないかなと思うんです。で第6条の2項で「全項の規定による通告は児童福祉法第25条の第1項の規定による通告と見なして同法の規定を適用する」って書かれてるんですね。 あれ虐待が疑わしい段階では通告義務はないかっていうのも内容では書かれてはいないし、でもそういったこと書いてないけど、なんか児童福祉法に則ってってみたいな通告とみなすって書いてる。じゃあ児童福祉法も見やらかのじゃんってなるんですね、ここで。児童福祉法はもう児童福祉の本当に根幹となるような超重要な法律なんですけど、ここの第25条を見ていくと、 要保護児童を発見したものは市町村都道府県の設置する福祉事務所もしくは児童相談所に通告しなければならないと書いていて、これ虐待を発見したものじゃなくて要保護児童って書いてるんですね。要保護児童っていうのが保護者のない児童または保護者に看護させることが不適当であると認められる児童であり、虐待を受けた子供だけに限らず非行児童とかも含まれるということです。 こんなとこまで見てられるかよって感じですよね。まあ、ということは、虐待を受けた人以外でも、養保護児童とかを発見した場合は、通告しなければならないということです。次は、2020年に改正して施行された主な内容ですね。児童虐待防止法の何が改正されたんっていうところなんですけど、 まず、児童の権利用語ですね。親権者は児童のしつけに際して体罰を加えてはならないということが明記されました。で、都道府県児童相談所の業務として児童の安全確保を明文化する。児童福祉委員会において児童の意見聴取する場合においては、その児童の状況環境等に配慮するものとするっていうのが改定の内容で、その他にも、 児童相談所の体制強化及び関係機関の連携強化っていうところで、児童相談所の体制強化であったりとか、設置を促進したりとか、関係機関との連携の強化を謳っています。次ですね、令和2年度福祉行政報告令の概況なんですけど、 児童虐待の相談種別の件数は年々増えていってます。これはまあ直接問題はないんですけど、一番多い件数は心理的虐待の相談件数が一番多いです。もう覚えちゃってください。で、その次が身体的虐待でネグレクトで性的虐待っていうような形ですね。で、この部分4では児童虐待相談における主な虐待者の構成なんですけど、 令和2年度見ていただいたらと思うんですが、どの年度もなんですけど、一番多いのがジップボで47.4%、次がジップで41.3%、1位がジップボで2位がジップになっていることがここでわかるかと思います。最後、マルトリートメントなんですけど、大人の子供への不適切な関わりっていうのを意味していて、児童虐待の意味を広く捉えた概念なんですね。3層構造みたいな感じなんですけど、 まず、要保護ですね。レッドゾーンっていうのは、子供の命安全を確保するため、児童相談所が強制的に介入して子供の保護を要するレベル。もう守らないと、怪我しちゃうよとか、死んじゃうよみたいな、もうほんまに危険にさらされている状態です。で、イエローゾーンですね。軽度な児童虐待で問題を重症化させないために、児童相談所など関係機関が支援していくレベルです。 C の要観察ですね、グレーゾーンというところで、児童虐待とまではいかないけども、保護者の子供への不適切な育児とかで、地域の関係機関、児童相談所とか福祉事務所、市町村学校とか、僕ら障害児支援とかが連携して、保護者に対して啓発や教育を行い、支援をしていく必要があるレベルっていうところで、まあこういう3層の構造を描いていて、なので児童虐待の意味をこう広く捉えた概念だと思ってもらえたらと思います。 はい。以上で問題を振り返っていけるかなと思いますので、見ていきましょう。え、虐待が疑わしい段階では通告義務はないことがなくて、要保護児童も通告していくっていう義務がありますので、アップです。で、児童虐待を受けたと思われる児童も必ず通告しなければなりません。 B ですね。2020年の児童虐待防止等に関する法律の改正では、親権者による体罰の禁止とか、保護者への指導っていうのが定められたので、これも合ってます。C は、実母が最も多くて、次いでジップが多いっていうのもデータで分かったと思うので、これも合ってます。最後ですね。不適切な養育を表すマルトリートメント。 用語も合ってます子供の健全や成長を阻害するような養育態度や環境を広く含む概念ですよと説明したのでこれも合ってますということで4番の×〇〇〇が正解でした今日も皆さんお疲れ様でしたでは他の動画で会いましょうバイバーイ